2020年東京オリンピック・パラリンピックが近づいてきました。これに伴い障害者スポーツへの関心や人気も高まってきたようです。障害者スポーツとは身体障害や知的障害など障害のある人が行うスポーツのことです。これはサウンドテーブルテニス。目の不自由な人が行う個人競技です。車椅子バスケットボールは下半身が不自由な人が車椅子を使って行う団体競技です。知的障害がある人にも個人や団体でいろいろな競技があります。目の不自由な人のスポーツとして開発されたブラインドサッカー。ゴールキーパーは目が見える人です。コート内の選手はアイマスクをします。ボールの中に鈴が入っていて、その音と周りの声で行う5人制のサッカーです。コートの両側には壁があり、ボールが外に出ないようになっています。ゴールの後ろにはガイドがいます。味方選手にゴールまでの距離や角度を伝えます。アキラ君、パソコンで何かを調べているようです。障害者スポーツっていろいろあるんだ。サウンドテーブルテニス？サウンドテーブルテニスは目の不自由な人のために日本で開発された卓球で、全国障害者スポーツ大会の正式競技です。面白そう。見てみたいな。あれ？これうちの近所じゃん。というわけで、あきらくんはお父さんに頼み、地域にある福祉の団体が募集していたサウンドテーブルテニスの体験会に申し込み、友達を誘って参加したのです。よろしくお願いします。お願いします。はじめにクラブの代表者から今日の体験会の内容について説明がありました。あとは